はいはいはい。はいはいはい。Welcome to Shiri Channel。どうもシリです。どうもシリです。Yes。いかがお過ごしでしょうか。今回、11時から30分のお付き合い、本日はメゾンド魔王おまけ枠ですね、この前にちょっと、まあ、ここから来られる方もいらっしゃると思うので、この前は枠として、なんだっけな、グランディアを、私の往年の大名作、グランディアをやってきました。思い出の大名作ですね。今回は、それを買って、まあ、メゾンド魔王、もしかしたらここに、ここの後の枠でグランディアが来るかもしれないですね。というわけでいきましょう。ちょっとね、あらすじを説明すると、まあすげえ前回がショッキングな事件がありまして、今回はそこの続きからでございます。なかなかですね、難易度が激上がりしてきてまして、激しいですね、状態になっております。音声とちょっとグランディアス設定にしてあるんで、少し高めなので少し音量を下げます。音量と問題なければ行こうと思いますんで、よろしくね。で、行きましょう。あ、ちょっと大きいかな。3階建てになりまして、改めてこんばんは。はい、こんばんは。もう構成がだいぶ変わってしまいました。村の怒り。そう、もうね、飛べちゃぐらいですかね。もう以外総入れ替えになってしまったというレベルですね。リリーのためにリリーがこんなところに出てますけれども。ちょっとね、難易度が上がってきてるですね。もうガオガミはいないんだな。そう、ガオガミはいないんです。新延族を入れましょうかね、そろそろ。まあ、だから枠がないんですけどね。食案。お、白の爪、高谷さん、やったねー。幻のお盆で殴ってください。ガオカミは、どこやったんですか、シルビさん、こんばんは。ガオカミは、敵の猛攻、勇者の猛攻に倒れました。お前、滞納しすぎだから。ガオカミは僕らを見守ってくれているよ。ガンママとガオカミは天国で見守っていますよ。シルビさん、元気出してください。お化け屋敷を修理します。お化け屋敷のスタッフ、適任だな。ミニコンポ。お前、CD ラジカスが欲しい。ああ。筋トレしてる。初の夜逃げか？わら。ちょっと滞納しすぎだよね。85G って。魔物は天国に行けるのか？わら。いやー、悲しみでございました。フェイク亀神。フェイク亀神とか超高いんですよ。もう名前は見ちゃいけない、感情移入しちゃうからわ。いやー、きついっすよ。ヒョンケ買ってあげよう。どんどんね、これあのね、ガンガンね、こうやって置くことで性能が上がっていくので、積極的に買ってあげた方がいいということが分かったので、筋トレと
性能ちょこっと上がってくるんですね。オンリーワンの花、かっこいいぞ。スチールディスク上げると魔法耐力、耐久力、耐力、え、耐性力が上がる。何を言ってるのか僕もよくわからない。夜のカリスマとかお化けだとどっちも意味かわかんなくなるわら。オンリーワンの花ってどれだよっていう。ああ、そういうことか。いや、だけど今はいいかな、みたいな。宝箱には何が入ってるのかな？ロマンが入ってるんだよ。四河川牧か。夜の街の彼です。腐った肉が欲しい。ラッタ。しゃねえな。どれだっけ、腐った肉。クラッシャった肉。ピュリコ族は宿目。満足度をガンガン上げていきましょう。とりあえず、お、鎖の煮込みと、どこどこ。おー、やったね。いいじゃないか。ボト馬。ボト馬。ネーミングセンスが面白いですね。しかも無職捕まえちゃった。あー。鎖のなんか変なのばっか引っかかるな。燃やしてんだ。オンリーワンの花。うふん神々。社会写真編集室の事務員。無職捕まえちゃったよ。また捕まえられたのか。うふん神々。高いよ。要求が高くなってる。お、なんか来た。ここの辺をね、一人しかいないでしょ。ここを複数にしたいんですよ。お、また滞納。才能ありすぎだろ。なんだかんだで無職に入居される呪いを受けてるよね、わらわら。無職来るね。夜の蝶々、潮見。ここ夜シリーズね。夜の街のカリスマ、その隣には夜の蝶々。ポーション満足度を上げなきゃいけない。ちょっと満足度がね激低なんでね。ミニコンポ高えな。その代わり俺から取るぜ。ちょっとこれで家賃を。おお、あ、おお、やったね。同棲は、やった。そうそう、それを待ってたんだよ。ほらほら、同じところで同棲が始まるわけですよ。モデルから夜の蝶々になったからね。ドクモから夜。お久しぶりです。こんばんは。 Welcome to Shibu Channel。 お久しぶりね。いつまでもここで私は待ってる。バケミも欲しいところ欲しいけど、バケミどうしようかな。迷う。バケミだけど恋人で入ろうよ。そう、いろいろあったんで過去ログを見るといいかもしれない。また無職わら。一流企業の掃除人なんだ。お、やったね。ほらほら、来た来た。101号室のシルビと心の間に子供が生まれました。プロスキーヤー、たこ焼き屋さん。才能しすぎ。
ほらほら、こうやって、どん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 。じゃあ。ね。ボンク、あら。微妙にね、滞納ね、減ったね。二人でいいから。ここも、滞納してっかな。魔族入れてみようか。初の魔族、魔族。アレックスちゃん笑。魔族。アパートに住んでるけど。住人が死ぬこと。いやー、だけど、どうだろう。ちょっと止めて、試しに入れてみましょう。あんまり役に立たないですけどね。もう、もはや、このレベルだと。深淵族を入れようかと思ったんですけど、家賃入ったね。いいぜいいぜ。あ、来た。あ、行っちゃった。で、売れない漫画家。やっぱり真ん中2ぐらいが。あー、これ入れたかった。可愛いじゃん。可愛いから。いろいろと逃しちゃうね。来た来た。さよなら。これこれこれ、よしよし。ね、ニャイキングを入れたかったんですよね。ニャイキングと他のも入れたかったんですけど、冒険者、野良冒険者。あ、魔法には弱いんだ。お、子供生まれた。しおまい。挟む。挟み込む。挟み込む。しおまい。よしよし。8ゴールド。金持ってねえな。今ちょっと引っ越ししようよ。そうそう、あのね、家族持ちはね、もう死んでほしくないから上の方に持っていくんですよ。家族持ちは極力上に持っていくというですね、優先的処遇。雨乞い地蔵、分かったよ。雨乞い地蔵どこだ、どこだ。なめなめーボート、さあ小人、ほらほら来た小人。いいねいいね。そう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 、キュウジロウ。キュウジロウと誰だ。キュウジロウとレイシーレイシー。腐った肉欲しい。腐った肉所望しますね。だって、じゃあそろそろクエスト行くか。家具追加、これ行こう。ねえ、クエスト行かなきゃ。そうそう、3階に避難。あ、ちっちゃい、かわいいかわいい。ダメダメ、怪我、怪我し。お化けの職場恋愛かわらわら。あ、ほんとだ、お化け屋敷の、よく気づいたね、ほんとだ。さあ、敵さん来ますぜ、そろそろ。早いよね、やっぱこの、ニャイキング早い。ニャイキングの速さを生かしてる。鎖の、キョンの、チョイバル課長。骨の。おうこぞ。ようちゃんが早くね？成長した。ようちゃん、あ、こっちか。え？どこ？ようちゃん、ようちゃんどこ？ようちゃん、あ、ここか。あ、はいはいはい。成長すると性能が若干上がります。ようちゃん、大人になりました。とべちゃん、とべちゃんが父ちゃん。
子供は優先的に上の階に避難させる。これね、一時停止モードがあればもっと楽なんだけど、リアルタイムで進行するから割とね、割と見落とすんですよ。これがね、本当にね、一時停止がプッてできて、ああ、ここでこう戦略的にこう行こうねみたいなのができればいいんですけど、一時停止ができない上に、かつ、いなかったりするんですね、部屋に。結構。こうやってこれ今、ブラックアウトしてるのは、白文字になってるのはいないんですよ。その関係でね、割とね、ドラマが起こる。マジか。挟もう。挟み込もう。やったね、ショーに凝っとるね。回復ポット、おお、やった。回復ポット、寝具、おお、タヌカが金魚。アンママも、ガオカミも死なないで済みましたよね、シルビさん。そう、いやだからね、わざとそれないんですよ。おお、回復ポット、これは熱いね。とにかく体力を回復する。これは熱い。しかし4000ですか。ここだろうな。壁だからな。壁だもんな。ここだよな。ここしかないよな。ボロボロ。ね、ここを壁役として。4000はちょっと高いよね。どんくらいに回復するのか見よう。寝ようよ。そこは寝ようよ。早く寝ようよ。結果を見たい。それ自体で、だから夢かけてる場合じゃないって雑誌を。早く寝ろって。お疲れなら寝ろって。寝ろよ。夜だよ。冷食入れそうに食べてる場合じゃないって。早く寝ようって。もうねんねの時間、ねんねの。お疲れの時間だ。遊びに行ってるところじゃないって。何やってんの？ルームランナー。攻撃力が高いやつはルームランナーで。寝ないんですよ、多分お化けだから笑。寝ようよ。昼じゃないと寝ないと思います。全然寝ないわら。ここで微妙にね、筋トレとかするとね、能力上がる。じゃあこれを設置したらどうなるか。ここの部屋はちょっとあのこいつらを強化する。あ、だけど下の方を強化した方がいいか。で、下のやつら急いで部屋に。冒険者が、ノラ、ノラ冒険者ね。うおかっけえ。物理攻撃に超激強ですね。フックミミはね、家賃を上げてもね、満足になるんですよ。ほら、おお、すげえ。
こんなにあげてもいいの？おお、こいつお金持ってるね。いや、そうなんですよ。キャラクター図鑑で、こいつは、ほら、ゼニキンカニには、頓着せず、君たち野心半分。お化け買ったわら。硬いんですよ、こいつは。物理には超強いからね。ちょっと貧乏。お化けに物理なぞ使う。そう。魔法には弱い。魔法には激弱。寝ようって。テレサ。寝ようって。キョンケ。これね、いいね。ミニコンポあげるあげる。君の。どこだ？筋トレをしてください。結構ね、ここも能力上がってきてるんですよ。ね、ここ、何気にこいつ、性能めっちゃ高いですから。ああ、そうか。さらにここに、ここをさらに強化しよう。もしかしたらお化けがおかみが。お化けが。そういえばブリーフ物語はどうなりましたか？ブリーフ物語はちょっと今そこまでできないですね。本当はこの後にブリーフ物語をおまけ枠で入れようと思ったんですけど、意外とグランディアになってしまう可能性が。永遠に走り続けるスタイルを向上させましょう。よし、導入だ。ラックが欲しい。ラックとかもうちょい早く行ってほしかった。あ、回復に入ってる。お、すっげえ回復してるんじゃん。お、すっげえ回復してる。お、めっちゃ早い。お、回復ポットすげえ。おー、素晴らしい。回復ポットやるね。じゃあ次、お金稼ごう。あー、ボンゴレ。復活ついでに思い切って性転換してこい。俺に代わってお仕置きを。彼は一旦何を思い切ってしまったのか。ああ、ボンゴレ。ボンゴレ行こう。ボンゴレ行こう。ボンゴレまさかの女に。乙女ちゃんに恋人。回復よったね、わらわら。ポットやばいわら。ね。残音の回復ポットみたいですね。だってすごいよ。HP240、243あるのにガガッて回復してるからね。やったね、トベちゃんに恋人が。ママ母はね。ママ、そうだ。ここ何気に性能どんどん激強化中だから。自称勇者来た。性転換した。こいつお金払ってくれるから、ここ行く。あれだけすごいと、デメリットがありそうですね。バンゴレ。この位置まずいな。ボンゴレ強くなってる、やばい。ボンゴレが強くなっている。おー、強い。ニャイキング強いけど痛い、もろい。ボンゴレ強い。ボンゴレ強い。危ね。ボンゴレ強くなってた。いけ。お、家賃収入400。
ここももういい加減上げてもいいよね。めっちゃ上げられるじゃん。今までどんだけ上げてなかったのかと。なんだその一択って。めっちゃ上げられるじゃないですか。ガンガン金を取ろう。お前金かかってるからね、その部屋。お、めっちゃ金かかる。おっしゃおっしゃ。全体的に家賃上げた方が。ね、上げましょう。お金がたまんねえなと思ったんですよ。やった。心ちゃんとお幸せに。こんな感じかな。よっしゃ。お前この辺超金かかってるからね。おおおおお、金かかってる分、金かかってる分結構お金取れる。そうか、なるほどね。分かった分かった。部屋のあれを上げれば、施設を上げればその分家賃を取れるってことだ。なるほどね。金払いのいい、こいつから部屋のあれを上げよう。規模はいい感じにすればいいんだ。ヒノキ風呂。6500。そういうことか。バーベキューセットとか、なんで部屋の中に？ガン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 。脅威のエアコン。ブラック企業。ガン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 。シブロジェル取れるところはね。ほら、ギリギリまでシブロ取るぞ。そう、誰も持てない。これだ。フェロモン使って全然持てない人でも普通の人に変身できる。クローゼット。ほら、ガンガン。ギリギリまで絞れてる。希望してないのに物を聞いてって、家賃請求は。よし。さあ、家賃、みんな、家賃を払え。室内でのバーベキューは危険です。家賃を払え、お前ら。早く家賃収入を。シルビー、恐ろしい子はな。保険証。ギリギリまで絞り取る、ゲス顔。そこそこアーチャー。オッケー。あ、射程長いね。そう、トヨタが、お、プロスキーヤー、片姫はプロスキーヤーから301号室、どこか、何になったんだ、一体。プロスキーヤーから何、オリンピックか。殿堂入りスポーツマン、おー、かっけえ。バーベキューセット、はい、よし。はい、かしこまりました。どれだっけ。しかし、家賃を上げる。スチールですかね、じゃないですか。満足度を上げつつ、さあ家賃、はい、
ほら、1178、一部屋が滞納中。戦闘入りしたんだからお金あるよね。110を滞納。お前ら、お化け屋敷のスタッフ頑張れよ。で、少し、200ゴールはちょっと高かった。まあ、ただ、クエストもやんないと金が入んないから、うん、悪徳リフォーム会社。いや、夜打ち朝掛けを何度も押しかけて。海賊ね、ずっと。そうそう。ミーモンスター、クリーパーが追加された。特にアパート滅亡。あー、これいいなー。けど、武術の達人、5700、星4つはね、やばい。星4つは本当にやばい。請求はできても払えるかはわからないのね。そうそう。払えなかったみたい。さあ、リリーのために、王女リリー。王女リリーですよ、リリー。海賊じゃなかった。行くぜ、来いよ。かかって来いや。というわけで、これ終わったら、今回の方はすごいその辺で終わりですな。愛の戦士、富男。悪徳リフォーム？クリーパーじゃないのか？笑。富男、そこそこ戦士、マフリー。悪徳リフォーム会社って、クリーパーばっかじゃないか、笑。かぶってるよー、コメントが。まさかの。しないようにチェックするね。気をつけ。そこそこ赤魔法使い。オッケーオッケー。これねー、味方のすり抜けられないっていうのが結構ネックで。割とね、そこね。どこのビフォーアフターだよ、かぶったわら。かぶってるかぶってる。まさかのかぶりみたいなね。で、あとね、この王女まで倒したら今回は終わりという感じでね。王女ファンクラブっていうのもかぶってるわら。会員ナンバー8、会員ナンバー5、確かに笑う。会員ナンバー1、そこそこドクター。挟め、挟み込め。オッケーオッケー。王女ファンクラブ。さあ、次。おお、滞納が2部屋に増えた。夜の街のカルシマー、カリスマー、カルシマーってなんだ。滞納がちょっと、前家賃ちょっと。頑張れ、夜の街、カリスマ頑張って。払って。ドン・ハン男爵。ハンドン、愛人ラン、ドンハン、愛人レン。王女ファンクラブ、ココロちゃんファンクラブ。挟み込め、こういうことだろ。あぶねー。これね、ニャイキングね、防御力低いね。結構ね、結構攻撃能力がすごい高いんですよ、こいつは。お化け死ねすぎわら、金銭面で。攻撃能力が超高いです。攻撃速度がめっちゃ速くて火力はあるんですけど。生活が一気に苦しくなったんだろうね。一気に苦しく。才能、いきなり上げたからね。ほら、働くんだよ。夜のカリスマ、もっと働こい。さあ次はリリーで。
順調にね、性能が上がってますよ、ポケコン。消費税と同じですよ、わらわら。仕方ない、仕方ない。ね。お化けが奴隷みたいに扱われているわら。お化けが奴隷みたいな。でもさ、よく見たら十字払ってなくね。夜にでフラグがビンビンに立っているわら。ユニゲはさせない。ちょっと下げてやろう。ちょっとだけな。ほら。王女を求める商人。今度は商人か。これ難易度高いのかな。いや、大丈夫。この、調教マニア。商品 A。商品 B。砲術師。コネルト。トネル子じゃないんだ。なんでもトネル子、トロネコから食いきますよね。商品 A。デッキ商品、イエーイ。やったねー。新たなクエストが選べるようになりました。敵にも砲術師がいるのか。白百合騎士団。いやー、星よっこ。魔物即死必須、純血の富で即死した白百合騎士団。王女リリーが来るぞっていうのはまたまた次回ですね。そんな感じでございました。今回は被害者がなかった。やったね。やったよ。今回は被害なかった。被害なしでですね、やっていきました。お金もちょっと溜まってきた。ただ、今度、夜逃げはちょっと気をつけなきゃいけないね。お化けを。そんな感じでございました。今回は、前半で、10時から11時でグランディアを放送しました。で、11時から30分間、まぁ、ちょっとね、途中ね、切り替えの時間とかがあるんでね、どうしても少し12時近くなっちゃうんですけども、はメゾンド魔王をやっていきました。まあ、メゾンド魔王はおまけ枠でちょこっとやってるんで、また明日11時、まぁ、11時5分ぐらいからになるんじゃないかな。11時5分ぐらいからまたメゾンド魔王は明日やります。で、明日10時から11時枠は、ちょっと、ランダムという形で、毎回ランダムチョイスでやってるんで、まあ、またかぶってますね。また明日決めます。謝る必要性はないぞ。いいんだいいんだ。そう、また明日は、ちょっと何になるかは、蓋を開けてのお楽しみという感じで、もしかしたらツイッターとかで早めに言うかもしれないですけど、実はまだ決めてないっていうね。そういうフリー枠に取ったはいいんだけども、まだ決めてないっていう、それだけなんですけども、また明日、10時からお会いできればと思います。思考がシンクロしたね。わらわら。一発だけならごしゃわら。そんな感じでございました。今回はですね、猫はほっこりするね、わら。ね、いや、いいんじゃないですか。みんながそうやってね、視聴者と一緒に盛り上がるっていうのは大事なんでね、最後まで見る、非常に、まあ、また楽しんでいきましょう。また明日お会いしましょう。はい、最後まで見てくれてありがとうございます。またガンガンやっていきますから、よろしくね。で、あ、それで、ね、この様子はメゾンド魔王に関しては特にそうなんですけども、毎日こうやっている関係上、明日中には間違いなく今日のこの放映したものはメゾンドモノに関しては公開します。それ以外に関してはちょっと順次公開なんですけども、このおまけ枠は必ず次の日に YouTube の方に公開しますので、よかったらそちらの見落とした方とか、ちょっと見れなかったよっていう回があった方は、よかったらそちらの方を見てみてください。それではですね、最後まで見てくれてありがとうございました。チルビでした。また次回お会いしましょう。 See you!